モハメド・アリラシュワンはエジプトのアレクサンドリア出身の柔道家。得意技は払い腰。現役時代は身長198センチメートル。体重140キログラム。YMCA でバスケットボールに取り組んでいた17歳の時にヨーロッパやアフリカ各地を巡回していた柔道指導者の山本信明に見出されて柔道を始めた。山本はラシュワンに惚れ込んだことから、 エジプトに留まって、ラッシュワンの指導を続けた。ラッシュワンが実力をつけてくると、来日させて、学生や警察官、実業団で稽古を何度も行わせたが、ほとんど立ち打ちできなかった。それでも1983年の世界選手権、無差別で5位になると、1984年5月に来日して、行動官の稽古に参加し、 その春季紅白寺愛書団の部で12人を抜く実力を示して注目を受け始めた。1984年8月のロサンゼルスオリンピック男子無差別では決勝まで進み、後に名優となる世界チャンピオンの山下康弘と対戦して横四方型で敗れるも銀メダルを獲得した。この決勝では山下が負傷していた右足を 攻めなかったことが話題となり、1984年の国際フェアプレー賞を受賞した。しかし山下によれば、ラシュワンは1分間攻めずに我慢して、山下の焦りを引き出せとの山本の指示を返り見ずに、流行る気持ちを抑えきれず試合開始早々に、山下の肉離れした右足を払い腰で攻めたので、怪我した右足を気遣って、全く右の技をかけなかったというのは事実ではないと。 語っている。ラシュワンが最初の攻撃で右足を狙ったが、山下が普段と逆の左足を軸にして、返しに行き、そのまま抑え込みに入って一本勝ちとなった。しかし、山下はこれについて、ラシュワンは決して卑怯な手段を使っていないし、そもそも怪我したところを狙うのは立派な戦略である。と語っている。一方で、ラシュワンによれば、普段は、 左の払い腰でフェイントをかけてから得意の右払い腰を仕掛けるが、今回は山下の負傷した右足を考慮して、得意ではない右からの払い腰でフェイントをかけてから、左払い腰を仕掛けたところ、山下にすかされて寝技に持ち込まれたと語っている。なお、山下が表彰台に上がろうとした時にラシュワンは手を貸している。また、山下の怪我でラシュワンの金メダルを期待していた。 エジプトオリンピック委員会やエジプト柔道連盟の幹部らは山下と同じ日本の指導者からわざと負けるように指示されたんだろうとラシュアンを非難するも翌日にマスコミがラシュアンをフェアプレーの体現者として称賛すると態度を表現させてお前はアラブの誇りだと逆に持ち上げるようになったその後1八十五年の世界選手権無差別では決勝で マサキヨヒミに開始早々の出足払いで敗れて2位だった。1987年の世界選手権 95kg 長級では、決勝でソ連のグリゴリー・ベリチェフに判定で敗れた。1988年のソウルオリンピックでは、準々決勝で斉藤ひとしに横四方型で敗れるなどして7位だった。1989年の世界選手権では、準々決勝で、 小川の親に、育外がかりで破れるなどして5位だった。引退後は、国際柔道審判員となり、2008年北京オリンピックにも参加した。2013年8月、国際柔道連盟伝道検証者として表彰された。2019年5月21日、日本国の春の叙勲において、ラッシュワンに対して、極日対抗渉が授与されることが、 日本政府より告示された。ありがとうございます。